はいどうも、小物です。今回のマップは久々のグリプス2です。前このマップが配信されてた時は、ブラビ乗ってなかったので、今回は雰囲気でやっていこうと思います。というか演習で確認する前に参戦だったので、結構ルートとか忘れてましたね。ここはザク TV で寝ずったり戦艦割ってたんで、なんかジオンの方でやってる時の記憶が多いです。なので護衛艦の射線切るのミスってますね。まあここまで来たらあとはしゃぶるだけよ。そういえば BY 周辺の地形が変わったらしく、ちょっとだけ入り口ガードされてるようですが、あれあんまり意味なさそうな気がだが、まあ Y は火力高い機体で削ってもらって、こっちは護衛艦壊して X 行きやすくしときますか。3がないのでルートどうしようかな。ここは大胆に湧いたから抜けてみたいところ。タイミング伺いつつ待機待機。さてといけそうかな。キュベさん見えたけど後ろは見てないはず。よしよしいい感じ。あらミサイル撃たれちゃいましたね。しかも当たるやつ。まあしかしなんとかいけそうですね。ひー怖い怖い。当たるんかい。まあ護衛艦もうミリなので壊したいですね。ところで話は変わるんですが、今日台風21号が襲来しまして、関西は直撃くらいまして、雨というより突風が凄まじく、地震並みに家も揺れており、普段ニュースでしか見ないような木の揺れ方や、お隣さんの波板が吹っ飛んでいったりと、かなり強烈な台風でした。幸い自分が住んでるところの被害は少なかったですが、ツイッターでは停電報告あったり、トラックが横転してたりビルの壁も剥がれたりと、かなり甚大な被害が出てるみたいですね。皆さんの住んでるところは大丈夫でしたか？防災グッズは一応用意してるので、備えあれば憂いなしの精神で注意してくださいね。まあ護衛艦ありながら言うのもあれですが。というわけで北の護衛艦は壊したので、次は本拠点殴りに行ってみましょう。と言ってもここコースは無数にありますね。状況判断して選ぶしかないですね。どうするかなぁ。B に乗された、と作るのかな。とりあえず前進して様子見。あら見つかっちゃった。ここ上にいるより地面から一気に行けるのでは。あら簡単に行けますやん。なんだめっちゃ重いぞ。あーそういえばここの後ろの通路に砲台あったね。久々だと忘れちゃいますね。というか謎の重さで連射しにくい。でもまあそこそこ殴れたしオッケー。後半へ続く。
では後半戦スタート。とりあえずまたこのコースから様子見して、Y 行くか北回りで X 行くか判断しましょう。まあみんなで Y 行きますか。と思ったけど結局抜けられそうもなかったので、北回りで X 狙ってみます。まあもう護衛艦はないので敵さえ注意すれば、割と楽に抜けられるはず。まあここまで来れたら安心ですね。レダオンもないのでバレてないバレてない。あとはマップの端っこ通って X 行くだけ。南の護衛艦がまだ健在ですが、このルートだと攻撃される心配もないですね。よしよし行くぞー。ああもうちょっと粘って殴れたなー。そして南の強襲艦が出てたので、そこから出撃してまた X 狙いましょう。護衛艦の射線切るコース調べとくべきだったー。まあなんとなくノリでいけそうですね。それぐらい無重力のグラビは使いやすい。バレてるとは思うけど殴れるかな。ちょっとですが殴れたのでよし。さて時間はまだ半分過ぎですが、このマップに拠点ですぐと釣れるので、ゲージが20分持つことはまあないですね。なのでもう試合も終盤。レダオンしますね。でも行くしかねえな。意外と3下通って抜けたりできないかな。あれもしかしてスルーされてる？まさかのここでレダオンガガガ。仕方ないんでもう強襲艦しゃぶりましょう。これはホイチューじゃなくて勝つためだから。というか一緒に攻撃してんのボールケイちゃんか。ああ格闘振ってると撃たれますよねー。いいやつだったよ。あとは俺に任せろい。いやーだいぶ削りましたね。最後は CT だったので路角で防衛しつつ、試合終了。はい本拠点ダメは少ないですが、そういえばここは戦艦しゃぶるマップでしたね。もうちょっと本拠点へのルートは、演習で探しつつ練習しておこうと思います。ではまた次の動画で。まったねー。